いや皆さん、店舗をやってきてね私もねどんな人を採用するかってところで、えーまあ、考えていたのがあの友達の多い人ですよね特に麻雀店の場合は20代とか30代の方を採用したんですけども友達が少な,少なそうな人とかはねちょっと採用しなかったですよねまあ麻雀ができるできない以上にそちらの方を優先しましたんで最初の従業員さんって 15人雇ったんですけども全員女性だったんですよあの20代の女の子ばっかりを20代前半の女の子ばっかりを雇ってねでマージャーなんて全然できないんですよでも店内にいてもらうということで3時間ごとにずっと入れ替わり入れ替わりであの来てもらいましたまあそうすると男性客っていうのはねあ,のあとは呼ぶだけなんですよ呼んだら女の子と仲良くなってもらって次も来る約束を女の子にしてもらってメールアドレス交換してもらってってことだったんですよね まあそういういいい風にししていっててっ最初は固めていきましたあと男性従業員はマージャンできることは当たり前なんですけどもその従業員のマージャンのファンがいるっていうのを採用条件したんですよでも私もマージャンをねあちこちしながらあの浮いてる人間って知ってたんですよまあ、ですんでそれ声をかけてねうちで働くかっていうことで働いたらその人と一緒にマージャンを打ちたい人がごそっとお客さんで来るみたいな感じで成り立っていたかなと思いますまあ、ですんで結局はね あの企業が何で人を採用するかっていうとこの人はちゃんと稼ぎを作ってくれるかってことなんですよだから人材と人員っているんですけども人員っていうのは、まあ、単なる頭数です人材になるかどうかは分かりませんでも人材っていうのは会社に何らかの利益をね与えてくれる人なんですよ売上を伸ばすかそれとも経費を削減するか人を集めてくれるか会社を宣伝してくれるかってことですよね、まあ、ですで付き合いいの多いやつって 必ず名刺を持たすすんですよそうするとその名称を喜んであっちこっちで配ってくれるんで従業員さんに25万の給料を上げていてもそれ以上の効果が出るんですよねでも20万円を払っても全く会社のことを知らせてくれないつまりオンオフがある人は会社にとっていらないんですよオンオフですよ会社から帰ったらもうオフになっちゃう人なんですよもう一切仕事の話をしないとか迷惑なんですよね、えー、例えば私もね あのこれで YouTube を通じていろんな熟成さんとやり取りするんですけどもセンスのいい人は自分の勤めてる会社がどこで自分はどんなセクションでどういうふうな働き方をしてるのかって必ず言ってくれるんですよでしまいにはその会社の代表としてその一社員の人が私と対談をしますよねそうするとその会社ってのは少しでも有名になって商品を売れるチャンスが出てきて実際に売れるわけなんですよだから自分のビジネスを持っていなくてもサラリーマンっていうだけで実はですね 私と対談することが会社への貢献であり、ひいては自分の立場を強化して、出世とか昇給にダイレクトに生きるんですよね。だこれがセンスのいい人のインターネットの使い方、特に副業する必要はないんですよ、ね。自分の勤めてる会社のことを、一人でも多くの人に知らせていく。そのために速果塾入れば、かなりパフォーマンスいいんじゃないかなと思うんですよね。実際に物売れてますからね、その会社のものがね。 えー、ということで働き方改革っていうのは実はこういうところにあるんじゃないかなと思います改めると書いて改革というふうに、えーね、意味づけられてますんで同じことを繰り返すところに改革はないお役所仕事ってことになりますいまだに USB を使っていてねその USB が盗まれたって事件も結局改革ができていなかったからってことになると思いますポータルサイトを作っておいてねそれこそ私だったら職員 が私が職員してるとしたら USB に書いてある内容をポータルサイトにアップしといてキーをつけといてね人数でであの会社の URL を送ってパスワードを送るで USB なんて持ち歩く必要ないですもんねそれこそちょちょちょって自分のポータルサイト作れるような人が職員として採用されればセキュリティ対策万全かなと思いますよねまあもちろん社員の裏切りっていうのにはね警戒しないといけないですけどねいってらっしゃい